ますます起こるばかりです。100万年前に生息した自落の大怪獣ゴジラ、水爆実験はついに大西洋に眠る大怪獣の怒りをかけた。放射能を発し、白熱の海溝を吐きながらゴジラは東京へ誤入した。僕は反対です。まだ。私は気まぐれに言ってるんではないよ。あのゴジラは世界中の学者が誰一人として見ていない、日本だけに現れた貴重な研究資料。しかし先生、だからといってあの凶暴な怪物をあのままほっとくわけにはいきません。君までがゴジラを抹殺しようというのか。バカな、素人のあなた一人を海の中に放り込みますか。俺が死なない限り、どんなことで再び使用する立場に追い込まれないと誰が断言できる。もしもそれが恐ろしい目的に使用されたとしたら。青年科学者芹沢が秘めた恐るべき発明とは。長年の研究の成果を何てことなさるんです。話せ。近代兵器を装備し続々と出動する陸海空の精鋭、ゴジラの恐怖から脱出する難民の群れ。ただでさえうるさい国際問題が一体どうなるか。あ、尾形君、頼むよ。はい。制作費1億、6ヶ月ロストが生んだ世紀の巨編ゴジラ。映画技術の粋を集め、大東宝が全能力を挙げた空前のスペクタクルゴジラ。本年最大の話題作ゴジラ。